平野紫仕様、再始動後のインスタ投稿が物議喫煙疑惑再び浮上。元キング・アンドプスのメンバーである平野仕様が、インスタグラムのストーリーズに投稿したプライベートショットが物議を醸しています。加熱式タバコのようなものが映り込んでいるとの指摘から、ファンの間で、喫煙疑惑が再燃しているようです。 さらに、同じく元キンプリメンバーの長瀬角の喫煙疑惑に関するもみ消し騒動も過去に起きていたことが判明しており、ジャニーズ事務所のタレントに対する厳格なルールが浮き彫りになっています。本記事では、平野紫耀の再始動と喫煙疑惑について詳しく掘り下げます。 元キング・アンドプスの人気メンバーであった平野市洋が、ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏が設立したアーティスト事務所とベートベからの再始動を果たしました。再始動に合わせて、平野は個人のインスタグラムアカウントを開設し、ファンとのコミュニケーションを活発化させているようです。しかし、 平野がストーリーズで公開したプライベートショットには加熱式タバコのようなものが映り込んでいると指摘され、ファンの間で喫煙疑惑が再び浮上しています。タバコを手に持つ平野の姿が以前から喫煙疑惑に巻き込まれていたことを思い起こさせ、様々な議論が巻き起こっています。ジャニーズ事務所はタレントの喫煙に関して公表することを許可しておらず、 N, G としています。過去には同じく元キンプリメンバーの長瀬角の喫煙疑惑がもみ消される騒動が起きたこともあり、事務所の厳格なルールが明らかになっています。長瀬角の喫煙疑惑は、出演していたドラマの公式チ i k t o k だ、の投稿によって発覚しました。長瀬が撮影前に加熱式タバコを棚に置く姿が映り込んでいたとされ、その後、 手元が茶色いペイント加工で塗りつぶされるという対応が取られた経緯があります。これにより、ジャニーズ事務所のタレントに対するルールと、喫煙疑惑に対するファンの反応が明らかになりました。トベとの契約については公表されていませんが、エージェント契約ではないかとの噂もあります。 もしそうであれば、自己管理が求められる立場であることから、平野紫耀が自身のパブリックイメージをどのように保とうとするのかについて、ファンの間で様々な意見が出ているようです。一部のファンは、平野のイメージが崩れることを懸念している一方で、タバコを吸っている姿を許容する声もあります。 ジャニーズ時代から気づいてきたイメージを考慮しながら、平野紫耀が今後どのように振る舞っていくのか、多くのファンが気になるところでしょう。平野紫耀のインスタグラムストーリーズに映り込んだ加熱式タバコのようなものが話題となり、再び、喫煙疑惑が浮上しています。 ジャニーズ事務所のタレントに対する厳格なルールや過去の流せ角の喫煙疑惑も見消し、騒動によってファンの反応も様々です。平野が飛べとの契約について公表していないことから、ファンは彼が自己管理をどの程度重視しているのかに注目しています。 喫煙に対するファンの意見は分かれていますが、平野耀自身がどのようにイメージを保ちつつ活動していくのか、今後の動向に注目が集まります。